シャーサーグアムロゼン、皆さんこんにちは、高橋です。よろしくお願いします。はい、本日はですね、正しく鳥弓の姿勢を取ると第三動作が上手くなるという話で、お話をしたいと思います。弓道において作法というのは正しく行えば射の基礎になります。これが理論弓道で教える作法の内容でございます。さあ今回はですね、この考え方にのっとってですね、この射法が具体的に何が良くなるのかと。これはもうものすごいいっぱいいろんな要素があります。本当に例の動作とか身域の例って言って、こう頭下げるじゃない。あの時でもここの部分をこうすれば、引き分けのこの3分の2と3分の3のここありますよね。こっからここまで引いてるけど、こっからここまでのここの部分が、いわゆる例の動作につながっていると。で、実は言うことができるし、それを体感することもできます。実はその鳥弓の姿勢って本当に弓の持ち方から構え方まで実はすごく合理的にできていて、それをですね、具体的にまとめた映像教材っていうのを今撮ってまして、今販売しております。理論作法という映像教材なんですけど、もう多くの人たちがもう購入していただいて、非常にありがとうございます。ということで、今回はその動画の中でこういういろんな弓と作法がつながっている話とかたくさんあるんですけど、その中で一つ、皆さんにご紹介したいと思います。それが鳥弓の姿勢を極めると第三動作だと。じゃあなんで良くなるのか、じゃあここを見ていきましょう。なんで良くなるかというと、こういう理由、はい、こちらになります。この正しい鳥弓の姿勢を取ると第三、このポイントがね、正しく鳥弓の姿勢を取ることです。はい、弓道連盟における弓道教本一環で、射は動作の上で自然を表現するものであると。これは弓道の礼法の文章、動作の中に礼という起源から、人間がその礼という動作をどういうふうに考えて、取り入れていくのか、あの様式になったのかという文献から、おそらく来ていると思われます。で、その中でじゃあこの礼をやるとですね、その自然に、手の位置やこういう置き方とかをやると、実は射にすごくつながるところがあって、それが第三、例えば弓の持ち方。この弓の持ち方というのは、単純にこうやって持っているだけではなくて、持ち方を力を抜いて手の甲に弓を乗せている感じにするとですね、第三が取りやすくなるんです。握ると回しにくいだけど、これを手の甲に乗せている感じでやるとこういうふうに第三が実は取りやすくなる。で、それで取りにくくなったとしても、実はまだ要素があって、仙骨を下げる。これをやるとですね、仙骨っていうのはお尻の割れ目のちょっと上にあるこの三角形の形をした骨なんですけど、これが下がるとですね、姿勢が下がって肩関節が下がりにくくなって、その結果第三が取りやすくなると、そういう話なんですね。で、これをね、深掘りしていきたいと思います。じゃあ例えば弓の持ち方、この弓の持ち方というのは例えば全弓連で言われている作法っていうのは、あれは完全に、自分流にいろいろ形が変わっていってしまいました、手の位置っていうのが、本来はここなんですね。こうすれば礼をするときに全く位置が変わらない。しかしこれをなぜか、こうなってしまったんですね。理由は、おそらく、可能性高いであろう、言われているのは、義理子がこの袴につくのが格好が悪いからという理由でですね、そういう理由で変わりました。で、そういう風なところでコロコロ微妙にどうでもいいところでルールを変えるところが、弓道連盟らしいなと思うんですけど、別にどうでもいいんですよ、そんなことは。重要なのは、なぜこの弓というのはこう持たなきゃいけないの、別にこうやって歩いてもいいんじゃないのという話なんですけど、いや、こういう風に持った方がいいという理由が一つあります。それが、正しく持ったら第三の動作が取りやすくなる。じゃあちょっとね、これをね、どういう意味かっていうのをちょっと体験してみましょう。はい、じゃあまずこう鳥弓の姿勢ね、正しく鳥弓の姿勢の取り方っていうのは、実は別の動画でも正しい鳥弓の姿勢って言って理論弓道式にですね、解説したのがあるので、それを見てください。別にこれ弓道連盟、今の弓道連盟の形でやられている鳥弓の姿勢でも使うことができます。でも、あの作法というのは、入江先生という昔の弓道の先生に出した作法とはもう全然違うものだということは覚えておくといいかもしれません。これは、弓を挟んでこういうふうに腰まで置きますね。
こういった時にこの人差し指と親指とこの小指でこう挟んでこういう風に持つと思うんですけども、これ持った時にですねこういう風に握ってほんの少しだけ人差し指と親指のこの間をですねほんのちょっとこうやって開けといてください。こういう風にこうねこういう風にやったらこれでいいです。もうほんのちょっとです。このぐらい開けといてください。もうほんの数ミリでいいです。これね、ガバッて開けちゃダメですよ。ガバッて開けると、裏はずがですね、床から10センチっていうところが、高さが縮んでしまいますので、床から10センチを高さキープするためには、まあそんなに開けなくていい。だけど、実はこれをやることがとても大切です。小指は締めたままにしといて、人差し指と親指の間を、もうほんのちょっと。これでいいです。これ。これで、歩いてみると、この、弓がですね、手の甲で弓を持っている感じになります。掴むとですね、手のひらで握っている感覚になるんですけど、この掴んでいる状態から少しだけ離すだけで、この弓の重みが手の甲に伝わって、手の甲で弓を持っている感覚になります。なんだったらちょっとじゃあ、今回はこれを体感してもらうために、この手の甲で持つ感覚を体感するために、これをこういうふうに離して、ここちょっと離してもらって、手の甲で持ってる感覚をちょっと頭に、体に覚え込ませるために、じゃあこういう風に持った状態で、ちょっとこういう感じで歩いてください。こうやって。こう手の甲を持ってる感覚をもうずっと持たせて、こう歩いていきます。ね。はい。じゃあこれ、まあ、ある程度ね、やったらもう OK なんで、じゃあこれを、この手の甲で、弓が触れている感覚っていうのをずっと維持しながら、こういう風に持ってですね、こうやつがい動作とかもやってですね、こういう風に下ろします。この時も手の甲にこうやって乗ってる感覚を維持してもらって、なんだったら弓道連盟は演奏が大好きなので、こういう風に演奏にすると。まあ、これ間違ってるんですけどね。で、これで矢をつがえます。で、矢をつがえて、ここに当てます。ね。で、ここ当てた状態で弓を上に上げて、第3を、この手の甲で弓が触れている感覚っていうのを、維持しながら第3を取ってみてください。こうすると取れやすいでしょ。で、まあ、よくね、弓道の世界では、弓のこの、この、元はずと裏はず、ここをね、こういう風にしなさいっていう先生いるんですけども、じゃあそれを使いましょう。これを、弓の重みをこういう風に乗っけて、こっちにちょっと傾けて、手の甲に当てる感覚にしといて、第3を取ってみてください。こうやると指の力み取れて、すごいやりやすくないですか？そうです。これは、触れる感覚で、手の甲で触れる感覚を持った状態で左腕を動かすと、使う筋肉が変わるんです。裏側の筋肉が使えるんですね。で、逆に、この3本の指を揃えてですね、こういうふうに、こういうふうに持ってやると、掴む感覚になるんです。それは、この内側の筋肉ですね。腕の内側の筋肉とか、胸の筋肉とかが力入っちゃうんです。で、そうすると、第3の、ここで、体がここでねじれてきつい。だけどこれ手の甲を持ってる感覚をこういう風に維持しといて、正しくはこういう風にリラックスして持っていくんですけども、まあこっちでもいいです。どっちでもいいです。構わないです。これはもう。構わないです。これはもう。どっちにしても構わないです。これがやりにくいんだったらこれをやりやすくさせる方法もあります。まあ、例面では教えられないと思うんですけど。で、これでこういう風に腕を上に上げて、で、第3を取ります。手の甲に乗せる感じ。こう。これでやると取りやすいんですよ。これを覚えると38キロでも親指が入ります。シブゴリンの弓でめっちゃ弓がぶっとくても親指入ります。この感覚を覚えるために毎回の取り弓の姿勢ではこうやって弓を持った時に、こういう風に持ってね、これもこういう風に乗せちゃダメですよ、皆さん。こういう風に持つと必ず肩と首が力入ります。だから、先生がもうそういう風に教えてたらですね、その教わってる内容はですね、やめてもらって、この理論弓道のやり方でやりましょう。それは、足を後ろに引いて、この太ももとふくらはぎを後ろに引いて、で、体倒しといて、お腹をこうやって上げて、こういう風に待つと。で、これがもう慣れてくるとですね、足を後ろに引いて、ちょっと体傾けといて、これでも大丈夫です。で、あくまでこういう風に開いている力っていうのをずっと維持して、こうやって歩いていけば、いいわけですけども、その時の弓の持ち方もこういう風に上げて、ここでね、ここでグッと掴んだ時に、ほんの少しだけ開けといてください。はい。弓道連盟の審査ではね、
まあそういうところをね、あの余談から細かく見られると地方もあります。関東ではそういうところ、地方あります。そこでね、合格不合格と落とす人もいます。だけどね、あの普段の練習だったら、あの別にそこはちょっと空いていたとしても、まあ別にチェックする人もいないですし、そもそもそれをギュッとギュッとギュッとやるとですね、どんどんあなたの第三の取り方がですね、内側の筋肉に力が入った状態で作法をスタートして、こうやって弓開くんで、どこの世界にですよ、皆さん考えてください。どこの世界に弓開くときに、わざわざこうやって力を入れて、あえて弓開くってこうですよ。これ全然逆じゃないですか。どこの世界に逆の力の加え方をしながら弓を開くんですか。アクセル踏みながらブレーキ踏み取っていないじゃないですか。そんなことをしちゃうと怪我もするし、弓も開きにくいし、自分の中では努力をしてると思い込むんですね。まあ、そういうふうにしか教えられないどっかの誰かも問題だと思うんですけども、それじゃダメなんですよ。それでは作法は綺麗にやっていると自己満足するだけで、すごく力も入るし、弓の引き方もできないですし、非常に大変なことになっちゃいます。だからそういうふうなことを、やめてもらって、こういうふうにウッと上げた後に軽くこうやって乗って、弓の手の甲に弓を乗っている感覚っていうのを覚えてください。これを、まあ、例えば毎回ね、1日ね20本とか1日10本とか引くんだったら、じゃあ毎回こうやって車上入るんだったら、10本だったら5回入るわけじゃないですか。立車で5回中5回この感覚で車上に入ってください。そうすればもうそれだけで、第3の取る時の感覚とかを作法によって変えられます。で、まあ確かにそれはそうだなと思うんですけども、実はこれ以外にもですね、この取り弓の設定正しくやれば、第3取る方法ってあるんですよ。で、一応これ今日メインで話さないんですけども、一応これはもう一個としてあるのが、この仙骨を下げるってのがあります。これは 何かって言ったら、正しい取り弓の姿勢の動画でも言ったんですけども、正しい取り弓の姿勢を行って、胸をこういうふうに広げて、その結果手を置くようにしたら、こういうふうに開いて、ここの体重が後ろに控えて仙骨が下がるようになるんですね。こんなことやったら胸が開くじゃねえかっていう風におっしゃられるなんか先生とかいらっしゃったらですね、そんなことはないですし、それを防ぐ方法もありますし、それを理解した上で僕教えてるので、そういう風に考えられないんであれば、もうちょっと勉強した方がいいですね。で、これをこういう風に開いて、仙骨がこういう風にザッと入ります。で、これが入るとですね、これが入った状態で足踏みをするだけでも第三は取りやすくなります。じゃあどういうことかって言ったらですね、じゃあ簡単に言うとですね、例えば仙骨、ここですね、ここをキュッと下げるとはどういうことかっていうと、後ろ足を引いて胸をもう大げさに開いてください。今この豊見の姿勢っていうのが車にどうやって与えるかっていう影響をお話しだけなので、こうやってやって肩を下げてください。で、一回でここクッとこう入れてください。ね、こうグッと入れて足を引いて仙骨入れる。で、この状態をこう手で押さえながら足踏みをしてください。で、ここ下げてください。こう仙骨を下げる。こうやって下げる。自分で手のひらを使ってこうやって、下がってなくてもいいんで、こうやって下げてください。下げる、下げる、下げる。ほんで、この状態でこう弓持ってもらって、こういうふうに持って、ほんで、これで打ち起こし、はい、第3取ってください。はい。これでも、すごく肩が下がった感じになりませんか？もう一個はですね、この仙骨を下げるっていうことをやると、取り身の姿勢が第3取りやすくなります。これに関してはですね、正しい取り身の姿勢っていう動画がありますので、理論弓道式に解説した。それを見ていただいて、それを見た上で、仙骨が下がりやすい、ストンって下がって、背中の力とお腹の力が抜ける姿勢の作り方っていうのがありますか？それをやってください。で、それをやるとですね、肩が下がりやすくなります。この仙骨っていうところは、背骨の位置とか、背骨の柔軟性とか、これ全部効いてくるんですよ。で、これが、例えば猫背になってこういう風に外に出ちゃったら、これで肩に力入る。で、あるいは反り腰でこれ出ても、こっちでも胸に力が入って肩に力入る。だからこれが入ればこういう風に体を保つことができるんですね。だからでっちり鳩胸にもならないし、ですので、例えばこの仙骨を下げるっていう情報だけ無料の動画ではお話しておきます。じゃあこれを具体的にどうやって入れるのかとか、でっちり鳩胸っぽく見える場合にこれどうやって入れたらいいのかとか、太ってる場合とか痩せてる場合どうしたらいいのかって、これいっぱいいろんなパターンがあるので、これを全部教えると30分ぐらいかかりますから、今日は教えないです。これを全部理解したかったりですね、うちの映像教材で、内容を理解してください。
そうすればですね、どんな骨格でもできます。ただこの仙骨を下げるっていうキーワードを頭に入れてですね、トリミの姿勢とかをやってみてください。第3の動作がトリミの姿勢の取り方を変えるだけで良くなるのは間違いないです。私もこれで38キロの弓は開けるようになりましたから、ぜひ意識してですね、弓を引いてみてください。ということで以上になります。ありがとうございました。